Hello everyone and welcome back to the channel. So we're going to be continuing with Attack on Titan, the OVA, episode 5 and 6. So let's check it out. No Regrets Part 2. <laughs> 正直言って屈辱的です。正規の訓練を経てきた我々に犯罪者ども受け入れろと言うんですか。みんな地下街のゴロツキどもと同じにされては 部下たちの士気に関わります。私もフラゴンと同意見です。しかも今度の壁外調査に連れて行くなど。君たちの懸念は理解できる。だが立体軌道の腕は私が保証する。それにエルヴィンが考案した新人権は画期的だ。これまでのいかに巨人を倒すかでなく、いかに巨人と遭遇しないか、そこに重きが置かれている。確実に兵団の被害は減るだろう。 必ず。兵団の変革の一翼となると確信している。ゴロツキの奴らに足りないのは規律と人形の知識だ。それなら短時間でも十分だろう。バカではないらしいからな、エルヴィン。はい。では、以上だ。保留されていた今期の壁外調査の予算が正式に認められた。そうですか。驚かないな。 安堵しています。すでに準備を進めていましたから。強硬に反対する議員一派の筆頭が突然賛成に回ったらしい。ニコラス・ロボフですか。やはり知っていたか。君は以前壁外調査は必ず承認されると言っていたな。だから準備を進めると。エルヴィン、君は何か真っ当でない手段で ロボフの意見を変えさせたんじゃないのか。やってもらうことは二つ。エルヴィン・スミスが持っているある資料の入手、財産も権力も崇高な理念も。もし壁の中へ巨人が攻め込んでくれば一瞬で全てが消えてしまう。だからこそ 我々はどんな卑劣な手段を用いようと壁外調査、巨人から世界を取り戻す努力、放棄してはならないのです。人類の未来のために。こいつは That's what I'm saying. What are you gonna do about it? ガスを使いすぎだ。壁外では特に注意しろ。 仲間たちの命よりも持ち物の節約を重視しろと。無駄な動きが多いと言っている。何か迷いがあるのではないのか。死体になった時見てろよ。聞こえるぞ。Who has the most aura between Levi and Ewen? My pick is Ewen Smith. No one has this, that much aura like him. Dude, what happened here? Nanda, nani ga atta? My question is thank you. Oh.
信頼に足る仲間の選択を信じても結果は誰にも しかしこいつは俺には見えない何かを見ている。いいだろう、ついていってやる。エルヴィン・スミス。なさなければならないことは何があろうとなさなければならない。そのためには多くの血が流れなければならない。分かってるよ、そんなこと。それは明日も同じ。使命のためには誰かの血でこの手を染めなきゃならない。 Why? 明日の任務第57回壁外調査にてエレン・イェーガーの捕獲。 Who are you working for? そうだな。他に何か聞きたいことはあるのね。いや、今のところは十分です。何か分かればまた伺います。よろしく頼む。あんたは私が嘘をついていることが分かってるんだろう。その通り。でもあんただって何かを隠している。すぐに出かける。馬車を用意してくれ。かしこまりました。いらっしゃいませんか。Two glassesコデロインか。Episode 5 and 6 done. So what I'm gathering about the OVA is that it's there are episodes which fill in the gaps in which season 1, some gaps were left. So we get to understand a little bit of how the characters became the way they are. I can't wait to conclude episode 7 and 8. But as for now, until next time.